はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ、本日なんですが、診断で超強化されたデッキ持ってきたんでご紹介していきましょう。ベアルクティデッキです。いや、これね、革命が起きているんですよ。実はベアルクティデッキって、今までの話をしてるとどういうデッキだったかっていうと、その、回ったら強いデッキの典型例で、このベアルクティラディエーションっていうカードが、ベアルクティが手札でエクサデッキが出てくるたびにドローするっていう効果がありまして、これ、カウンター7個置いてから発動するんで、7枚ドローが最大できるっていう、1ターンに7枚カードをドローするっていうデッキだったんですね。で、ただし、このラディエーションっていうカードをサーチができないというテーマになってました。もう欠陥。で、しかも、ベアルクティは展開するのに、全員の共通効果でレベル7以上のモンスターをリリースする必要があるんで、モンスターが、を出すために手札を必ず2枚使うんです。だから2枚使って1枚出してるのを無限にしたら、それは手札なくなるんですよ。だからこのラディエーションでカードドローできないかったら展開できるわけないっていう、そういうデッキなんですね。だからラディエーションが貼れない時点でもう終わってるテーマだったんですけども、てか手札が補充できないと終わってるテーマだったんですけども、手札がなんかその強欲で強欲で強欲なそうみたいな感じで、なんかデッキからカード6枚ドローするみたいなカードがあれば、また別なんだけど、まあそんなことないじゃん。だからラディエーションを貼ることでギリギリその消費を抑えて展開ができるっていうテーマだったんですよね。これはこのカードがサーチできない時点でマジで欠陥と言われていたんですが、サーチカードが実装されました。天極騎士ベアトロンアルファ、これはベアルクティカードとドライトロンカードとしても扱う効果で、ベアルクティかドライトロンがいると手札からポンって特殊感できる効果がありまして、でその後デッキからベアルクティ魔法トラップカードを手札に加えることができます。つまりサーチができるようになったんですよ、ベアルクティカード、ベアルクティ魔法トラップカード。これがめちゃくちゃ偉いですね。ということで、今日はこの、アルファを採用したベアルクティラディエーションを発動し、ベアルクティ展開をしていくデッキになってます。ちょっとね、正直そのベアルクティのその展開の関係上、やっぱりね、そのレベル7以上のモンスターをいっぱい入れないと事故っちゃうんですよね。だからちょっと手札誘発とか入れてる場合じゃないんですよ、結構。なので、まあ、今回はちょっと後手まくり正直相当きついですけど、先行回った時はもうマジで強い盤面作って勝てるようにデッキ構築組んでおりまして、まあ、レベル7以上のモンスターとめっちゃ相性いいので、まあ、クシャトリラはまあ当たり前に相性がいいのと、あとあれですね、新しい、モンスターのベアルクティポーラスターっていうモンスターも来てまして、これがね、革命なんですよ。これ一応マイナスシンクロと言われてまして、進行召喚する場合、まあ、進行召喚できないですけど、シンクロ召喚というか、まあ、特殊召喚する場合、レベルの差が1になるようにチューナーとチューナー以外のモンスター墓地を食ったら特殊召喚できるっていう、まあ、ベアルクティの召喚条件になってますね。で、これ何するかというと、このカードと自分の手札フィールドのレベル8のベアルクティモンスターいったらリリースすると、レベル7のベアルクティシンクロモンスターいったら召喚条件無視してエクストラ的な特殊召喚できるよと。で、この他の特殊召喚したモンスターに効果を付与できます。エクストラデッキから特殊化されたレベルを持つモンスターの効果発動できないという効果を付与できます。まあ、要はエクシーズモンスターとかリンクモンスターってレベル持たないんですけど、ああいうモンスター以外のシンクロモンスターであるとか、融合モンスターであるとか、ああいう系のモンスターはエクストラデッキから特殊化されていれば、そいつは効果発動できないという縛りをそのモンスターに付与することができるんですね。で、もともとこのね、エクサイカで出てくるベラクティシンクロモンスターって、この、セプテントリオンってやつがいるんですけど、こいつの、固有効果で、相手はエクサイカで特殊召喚されたレベルを持たない表側表示モンスターの効果が無効化されるっていう、効果があるんですよ。相手はっていうか、まあ、全部なんだけどね。エクサイカで特殊召喚されたレベルを持たない表側表示モンスターの効果が無効化されるっていう効果があるんですけども、このセプテントリオンで、エクストラデッキから特殊召喚されたレベルを持たないモンスターの効果が無効化になってて、でこっちの付与効果でレベルを持つのモンスターの効果が 無効化っていうか発動できないっていう効果があるんで、これどういう状態に陥るかっていうと、ここからここ出した場合、相手はエクストラデッキから出てきたあらゆるモンスターの効果は基本的には無効になって発動できないっていう状態になるんですね。これがねマジで強いんですよ。まあちょっと魔法トラップとかに耐性ないんで、まあ、そこだけ弱点なんですけど、そのエクストラデッキから、まあ、モンスターを出してくるようなデッキであれば、大体セプテントリオンの効果だけで完封できます。はい、というわけで、まあ、今回はこのポーラスター経由セプテントリオン着地、これを目指してベアルクティデッキぶん回していきたいと思いますんで、やっていきましょう。めっちゃ回るようになりました。マジ革命デュエル、スタンバイ。
見せてやるぜ最強デッキのパワーをな。マジでなめんなよベアラクティ。ちなみにね、あのラジエーションサーチカードが来ましてですね、ちょっとラジエーション引いちゃってんだけど、クシャトリアユニコーンの効果を発動するぜ。さあ誘発うちら、なに貴様誘発を温存するタイプか。クシャトリアユニコーン、クシャトリアユニコーンマジ強くて、これ誘発吸ってくれるのと、あとはやっぱバースで、コストレベル7のモンスターが墓地から蘇ってくるのマジ強くてガチでヤバいこと起きます。でベアルクティメガポーラの効果を発動するぜ。さあクマさんの効果で、自分のピ、手札からレベル7以上のモンスターをリリースってことで特殊ができて、で特殊召喚に成功した場合の、ラジエーションの効果を発動。さあ、カードを一枚ドローするぜ。あミクポーラか、なるほど。まあ一旦とりあえずですね、ポーラスター、こっからポーラスターっていうの強すぎだろ。てか、まあ、ちなみにクシャトリラは名誉ベアルクティなんで、はい名誉ベアルクティなんで、あしからずで、ベアルクティポラリーの効果を発動するぜ。ポラリーの効果によって、フィールド魔法を置いていく。あエフェクトベーラーきついね。エフェクトベーラーちょっと、非常にきついので、はかなビッグディッパーがないとちょっとねコストを賄う能力がだいぶ減るんですよね。墓地からね、そのベアロクティのモンスターのリリースコストを賄うことができてるんですけど、あれがないとちょっときついので、あとモンスターパクれんねんしな。はい、さあカードを1枚ドローしていく。墓穴めっちゃ引いていく、墓穴をめっちゃ引いていく。とりあえずバース発動して一旦蘇らせるのはこれ大事ですね。はい、一旦蘇らせるのは非常に重要といったところ。 OK で、ポラリーの効果、ポラリーの効果によって、クシャトリユニコーンをリリースすることにより、自分の墓地から、ベアルティモンスターを回収していく。これ強ないこれ相性最強だろ、あまりにも、あまりに相性最強と言わざるを得ない。で、ミクポラの効果を発動し、自分の墓地からリリースすることによって、クマちゃん出して、でクマちゃんの効果チェーン1にして、でラジエーションの効果チェーン2に発動。さあどうする、つえマジでマジつえで、よしまとろう OK で、さらにベアトロンアルファ絡んでねえけど、まあ一応ね、ラジエーションサーチできるよっていうところをちょっとどっかで見せればいいか、見せられればいいなと思ってたんですが、ちょっと今回は使わなそう。さあポーラスターの効果発動。ああじゃあね、ラジエーションの効果発動。カードを1枚取ろう。なんかさあるよね相手、ずっと光ってるよね、なんかあんのよ相手、なんだろう、ちょっとマジでわかんねえ、何持ってるんだこれ。まあ、とりあえずセプテントリオン出すわ。さあセプテントリオンの爆誕したので、これで相手はエクストラデッキから出てきたレベルを持つモンスターとレベルを持たないモンスターの効果が、発動できないし無効化されます。はい、マジで神ゲーが起きました。さあライティドライバーの効果、あうらら、ここまで温存してるの偉ない、うらら、マジかよ。まあうららとエフェクトベーラーぶち込まれたけど、なんかてっきり2枚しか入ってない、指名者2枚引いたからいけるわこれまでもラジエーションで引いてきてるからね、ラジエーションで2枚引いてきてるから、はあの2枚1枚なんだけど、1枚最初があった気がするから1枚引いてきてるけど、これがラジエーションのパワーってやつよな。でレベルは操作しないで、ミクビリスの効果起動しまして、さらに特殊召喚をしていく。でさらにラジエーションの効果でカードを1枚ドローしていく。 OK、 あ強いねで、レベルが今、ヘイドロモンスターで10になってるんで、バロバロバルネスちゃんも出していく。おい、オッケー、最強すぎ強え。セプテントリオンで相手のエクストラデッキを完全にメタリ、バルネスで効果も無効にしていくスタイルだこれ。でポーラスター戻す。でこれで相手これ何が起こってるかっていうと、エクストラ使わないデッキだったらこれ多分抗えるんですけど、エクストラ使うデッキであればもう抗えないですね、基本的に1ミリも抗えないと思います。エクストラデッキから出てくるモンスター全部無力化できるんで、はい、あピュアリーだ、出たピュアリーリリー召喚効果、なるほど。ちなみに
ピュアリーは多分ほぼ無理だと思いますよ。エクストラデッキから出てくるモンスターがエースモンスターの時点で多分ね、ピュアリーマジで無理だと思う絶対負けないと思う。モンスター投資いいんだよ。だからもうあの速攻魔法とか別に使われたところで何も起きないから、別にこう全部通してよくて、まああとケアしないといけないカードがそうですね、まあ、参戦の際とかですかね。参戦の際とかでセプテントリオンパクられるとか、そういうでその後リンクスワインされるとか、そういうことが起きない限りは大体大丈夫だと思う。さあ、プリチメモリー、あラジエーションじゃねえ、間違えた、ビッグリッパーか。これビッグリッパーはあれか、あのパクる方の効果だから別にいいや、使わなくても。でセプテントリオンは相手がモンスター特殊召喚するとデッキからベアルクティをサーチできるよっていう効果があるんで、これで裏守備にするやつとかでいいかな。まあ、魔法トラップ破壊するやつでもいいね。魔法トラップ破壊するやつで一応あれか、マイフレンド割っちゃうか。結構それ強い気がするな。でマイフレンドプリティ参戦、参戦やっぱ入ってるね。でスリーピープリティだから、まあ多分ハッピーメモリーないから、これ多分後ろ破壊しちゃうか。もうエクシーズモンスターになられて、た後に撃たれるとちょっとめんどくさいんで、自分の墓地の、モンスターゲームから除外することによって、これはフリーチェーンでちなみにベアルクティさんの効果を打ってますんで、で、ビッグディッパーでコスト無視してます。はい。で、まあ、縦でいいな。で、攻撃表示で出して、で、特殊が成功して、ベアルクティが他にいる場合は、ちょっと待って、ラジエーションの効果と、ラディエーションか。で、メガポーラの効果、マイフレンド爆破。これで、まあ、フィールド魔法にしよう。まあ、変身されんのがもう、ノワールとプリティとかしかねえかな。はい。ああ、いいね。ええやんけ。ミクポも来た。で、はい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 、なるほど。まあ、回収して、エクシーズするが、さあ相手がモンスターの特殊召喚に成功した場合に、ベアルクティビッグディッパーの効果を発動するぜ。カウンターを全部取り除くことによって相手のモンスターをパクリング、アザス。お前のモンスター強そうだな、もらうわ。あ、いや、向こう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 、意味ない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 、一切意味ない。セプテントリオのテキスト読もうか。セプテントリオのテキストと、ポーラスターがセプテントリオに付与してる効果のテキストもっかマジで、まあ俺もエクシーズモンスターの効果無効になるけど、これがセプテントリオン で参戦の際、あぶねーあぶねー、マジで持ってんじゃんあいつ、クソあぶねー、マジで危ないわ。よかった、これセプテントリオンパクられて自爆特攻されたかった。あぶねー、マジあぶねー。じゃ魔法トラップに弱いです、セプテントリオン君。ただもう多分これ何もできないですよね。な、強いやろベアルクティ、マジ神デッキだから。なるほどね、なるほど、龍一だね。まあ、とりあえずちょっとさ、毎回毎回ラジエーション引いちゃってんだけど、これさ、なんかベアトロンの意味あんまねえんだよな。なんかごめん、なんかサムネイルとかに使ってる可能性あるけど、なんかベアトロンが全然なんかなくても、なんかラジエーションなんか泥ソースを引いちゃってんのよ。ドローセンスか、ドローセンス、ラディエーションになっちゃうの俺さっきからね、なんでずっとラディエーションの初手にあるんだよね。あ、来たわ、強い、これは普通に。で、天極騎士ベアトロンアルファ1つ来ました。これ他にベアトロンが、ベアルクティかドライトロンが、あると特殊召喚できるもん、モンスターですね。あー、強いね。はいはい。あ、でもね、これでここにうらら打たせたらマジでかいっす。はい、ここにうららでかし打たしたのはマジででかいです、これ非常に。はい、この後に引くディパーチャーとかにうららが打ったないってことなんで、でしかもなんかこれうらら打たせた後にこれコストにしちゃえば別にいいっていう話あるじゃないですか。なんでこうしましてもう不要になった、アルファ、これうらら打ってもらう役割が発動したんで、1枚ドローちゃんとできるのは偉い、あまりにも。で、ミクメルス効果、手札からベアルクティを特殊ができるんで、これでまた、あれですね、ラディエーションの効果が起動できますね。さあ、特殊召喚。で、はい。あ、言ってたら来た、言ってたら来たのでかすぎる、あまりにも。で、ラディエーション効果。
さあカード1枚下ろしていく。これはちょっとうるさいなお前。ライティでかい、マジでめっちゃ噛み合ってる。いや一旦ベアルクティディパーチャー行こうか。でここにうらら打たれません。もうさっき打っていただいたんで。いやこれアルファ仕事してるだろ、めちゃくちゃ仕事してるわアルファアルファバカほど仕事してると言っていいだろこれで。ミクポーラとメガタナス持ってきて、で一旦ちょっとディパーチャー、マジだ、ビッグディパー行きたくないので、先にポーラスター出しに行って、OK。で、チェーン1ラディエーション効果。で、チェーン2、プラリー効果。さあ、これによって、ビッグディッパーを、デッキから発動。よし。で、カードを閉めてろ。あ、いいね。で、まあ、一旦バロネス出してから、動きに行くの多分できそうですね。ポーラーリーは後でいいか。ベアルクティ出す前に、セフィドル出す前に、一旦バロネスしましょう。OK。で、効果は発動しない。あ、ちなみに一応ね、レベル1上げて、アーデクとかも、できるようになってます。このデッキね。結構ね、2回仕事するジェットシンクロンとかとも相性良かったりします。このデッキは。チューナー2体分になれる。カールとか結構、あと、あれとか、ディーバとか、もう相性いいですね。で、ミックポーラの効果起動しまして、手札からぶん投げまして、で、特殊召喚。で、サーチが、後の方がいいな。で、1枚ドロー。さあどんどん展開していくぞ。さあ何枚ドロー目だこれ。もう6枚ぐらいドローしてんじゃねえか。6枚ドローしてんのもうすでにこれな多分。5枚か今で。まあなんか適当に8からなんか持ってきたんじゃねえこれもう。わからん、なんか見た目にですね、どれかどうかわかんねえ。見た目が似すぎているこのデッキあまりにも。でベアルクティプラリーの効果を発動するぜ。自分の墓地からなんか適当なモンスターをリリースして、さらに自分の、墓地から、ベアルクティを特殊召喚できる。まあ、これはレベル8なんでもいいから、これ特殊化してはい。でレベルの差が1になるように、あ、これ何これ、あ、それはいいです。でポーラスターをマイナス新キロふん。そしてディパーチャーのあーラディエーションの効果、これ6枚マジで7枚ドローできんじゃんこれ。これガチでワンターン7枚ドロー決まったわ強すぎだろマジで7枚ドロー決まったわ。うわいけセフテッドアリオンラディエーション効果。さあ熱え強すぎて草やばい。マジでこれはガチで分回った。カードセットガチ分回りしたわ。ちょっとさすがに強い。これどういうことが起きてるかっていうと、まあちょっと多分これ、まあ、これ何戦目に使うかちょっと分かんないんだけど、セフェントリオンの効果で相手はエクストラデッキから出てきたモンスターは、もう何にも効果、モンスターの効果発動できないし、効果無効化されてるっていう状態です。はい。エクストラデッキメタ。エクストラデッキのモンスター効果メタです。セプテントリオンな打点3000なのかちょっとね、あれだからね、ちょっと打点3100くらいになればいいよかったのになって思ってます。はい。だからまあただね、ビッグリッパーあるんで、まあ相手が出してきた打点が高いモンスターは一応パクれますんで、最初取れれば。あ、はい。新玉ですね。新玉ということは、新玉さっき玉、まあエクソシスターとか、残機とかその辺ですかね。はい、いいでしょう。はい、特殊召喚、あ、だって召喚、まあ、全然 OK です。エクソシスターとかかな、まあ残機かもしれない。あ、ダランベレシャンか、なるほど、残機だね。はい、ダランベレシャン効果発動はできませんといったところでレベルを持つモンスターの効果発動できないって書いてあるでしょ。で、セプテントリオンの効果発動して、
さらにベアルクティがサーチングされていく。あまりに最強。マジで海中以外怖くないですよね、この盤面実質な。うん、ちょっと待って、どれだっけ裏処理するやつ持ってきたらいいかな。とりあえずなんかわからん、ま、マジでね、見た目似すぎてね、わかんないんだよね。ちょ、もうちょっとイラスト変えてほしかったなってめっちゃ思ってるわ。ベアルクティ、マジでパッと見のイラストマジでわからん。これはベアルクティ何っていうクイズだったら全問不正解になる可能性ある。俺はいベアルクティクイズ誰か作ってくれ。うわ、ベビーケラーサウルス来た。ベビー&ケラーサウルス来た。やばい、ちょっと待って、ベビーケラーサウルスちょっと一回さ、ちょっとミクポーラの効果で、あのサーチだけ入れるわ。ミクポーラちゃん結構強いからね、これフリーチェーンでいくからね。でミクポーラ効果発動、ベアルクティモンスター手札に加えたいです。あ、一応これ決まっていく、一応決まっていく。これ裏守備にできるモンスター持ってきた方がいいか。どれだっけ、これか、メガタナス裏側守備表示物、これだ。これでちょっと待って、ミセラサウルスがあるかどうか思うんだよね。あとは恐竜デッキってのは、ああ、で待って、はやばやばい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 、それやばい、それはやばいぞ。かー、なるほど、いや、こ、あー、そういうことか、なるほど、そういうことか、そういうことね。はい、ヘルカイトプテラやばくね、ヘルカイトプテラあかんやろ。いや、ヘルカイトプテラあかんや、これヘルカイトプテラ、これサーチ許したら融合されてフィールド魔法で持ってこられるから、ちょ、終わる、マジで。ちょっとミクタナスと、リリースして特殊召喚、はい、あれ、あ、他にベアルクティいない、やばい、ミスタリスタちょっとミスタリスタリスタ、ちょっと待って、使いません、ちょっと待ったボタン使いません、これ、このゲーム。いや、ヘルホンドザウルス、やばい。うわ、共闘ウォーターフロント、やばい、なんだ、これ。あかんかもしれん、さすがに、共闘ウォーターフロントで、これ、何さえされるやつですよね。無限妨害来ちゃったー。無限妨害来てもうたな、これ、マジで終わった可能性あるな。いや、でも、モンスター2体いるぞ、俺。いや、殴ればいい、いける。殴ればいけるぞ、ガムシエルを。殴らしてもらえるか怪しい。なるほどね。全破壊されるやつね。全破壊されるやつね。なるほど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 ね。ベアルクティってさ、ちなみにさ、手札3枚からは動けないって知ってる？どうもすいませんでした。